ちは。中華奏者の本田真司です。サクソフォンの田中康人です。6月22日に低音ブレイクカフェ吹奏楽団のコンサートを行います。今回はですね、この吹奏楽団がなぜ立ち上がったのか、田中康人さんと一緒にお話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年の9月にですね、田中康人さんが低音ブレイクカフェに出演してくださいまして、はい、その後に田中康人さんからステージにね、吹奏楽をやったらどうだっていうお話を受けまして、僕はなんかすごく嬉しかったです。ありがとうございます。低音ブレイクカフェのね、ライブシリーズで出演してくれた皆さんとガラコンサート的な感じで、まあ、みんなでワイワイ楽しくやったら面白いよねなんて、ちょっとお茶を飲みながら話したと思い出しますけどね。はい、で実は当初はライブハウスでみんなでお祭り的にやれたらいいよねみたいな話をしてたんですけど、なんかやっぱりこのいろいろ考えると、あれもやりたいこれもやりたいっていうことを思って、しかもいいものを届けたいって思うと、今回のようなすごくお祭り的な部分もありつつアカデミックな公演になって、しかも、ね、今回初めての挑戦なんですけど、クラウドファンディングですいません本当に大事になってしまって、だんだんすごいねゴールでやるようになって気がついたら編成も大きくなって、ね、本格的な吹奏楽のコンサートで、結果的にはそういう風にだんだんこう発展していって面白いものになるので、とっても楽しいです。ありがとうございます。演奏会でですね、クラウドファンディング、これが一つのキーワードになると思うんですけど、やっぱり僕が思うのは、この素敵なメンバーでどんなサウンドがなるのか、また小編成吹奏楽のね、新しい道として今回演奏会の第2部に高橋玉さんと福田陽介さんに新アレンジでオーケストラの曲をね、プロの渾身の演奏でやるっていうのはすごく僕は楽しみなんですけど、はい、リストのハンガリー挙手第2番めちゃめちゃ好きで、はい、ね、いい曲です、ね、いい曲ですよ ね、 ね。あとは6月に開催ということで、季節の何か曲をできたらいいんじゃないかなっていうのが、サクソフォンの国末さんから提案がありまして、そしたら僕がショパンの雨だれとかどうですかって話したら、やっぱりショパンの吹奏楽で演奏するのってなんかすごくいいじゃないですか、ね、あんまりこう意外と演奏される部分も少ないですね、はい、ショパンです、はい、やっぱりすごくもうピアノのイメージがあるので、それを吹奏楽で演奏するとなると、やっぱりなかなかハードルが上がるんですけど、今回それを小編成でどう演奏するのかっていうのがやっぱりすごく楽しみな一つがあるし、あとはですね、クラウドファンディングをやることによって、このご時世やっぱりホールで演奏会を開くってなかなかハードルが高い、この運営面としても、だけどこのクラウドファンディングということで魅力ある演奏会をたくさんの人に知ってもらって演奏会を成功させるっていう新しいビジネスのねモデルの一つなんじゃないかなと思って、僕はこの挑戦しようと思ったんですけども、田中康人さんもクラウドファンディングとか、いや、やったことないんですよ。本当ですか、はい、まあ、やり方もちょっとね、いろいろあるんですけど、はい、なんかいろんなオーケストラがね、このコロナ禍で、はい、いろんな方が例えば CD 制作とかやってるのを SNS とかで拝見してますけど、はい、初めてですね。ですよ ね、 ね、僕も初めてなんですよ。で今回素敵なね、チームでちょっと進めて始めますので、ぜひぜひ応援をよろしくお願いいたします。本当にすごく素敵な演奏会になっていますので、うん、それではですね、今回この2人中心となって新しい吹奏楽団一夜限りのねコンサートを行うんですけど、ぜひ田中さんからお届けしていただきたいと思います。本橋君主催の低音ブレイクカフェに出演したメンバー、それから、普段クラシックの世界で活躍したりした、それから、まあ、ジャズの世界でも活躍、いろんなフィールドで活動している、メンバーの VTR に、初めての顔合わせによる、コンサートですけども、まあ、新作あり、スタンダードナンバーあり、
内容もいろんな内容をご用意しておりますので、皆さん6月22日、練馬文化センター小ホールでお待ちしております。皆さんぜひお越しください。どうぞお楽しみに。クラウドファンディングはですね、4月15日から5月31日までを期間としますので、ぜひぜひ皆様応援ご支援どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。